サンサルバドールでフフィはアルゼンチンの都市。単にフフィとも呼ばれ、また地元ではサンサルバドールと呼ばれることもある。人口は23万7751人で、周辺地域を含む都市圏人口は30万に上る。アルゼンチン北西部に位置し、フフィ州の州都である。近くには世界遺産であるウマワカ峡谷,谷の南端が位置し、 豊かな緑に囲まれている。フフイには国道9号線が走っており、ラキアカまで 289km、サルタまで 120km、首都ブエノスアイレスまで 1545km 離れている。フフイは GBGB GB 川とリオグランデでフフイ川の合流点に位置しており、アンデス山脈の麓にある。標高は 1238m である。気候は 温帯化う気候に属する。夏は湿潤で、冬は乾燥して寒い。内陸部にあるため、昼と夜の気温差が激しい。フフイは、州の政治経済文化の中心地である。州内の経済活動のほとんどの管理事務所がフフイに置かれているが、これには、石油の産出と生成、製鉄、砂糖キビと、生糖、タバコ、柑橘類、果物や野菜などが含まれる。 この町は植民地時代の都市であり、大聖堂やカラフルなアンデスのカーニバルなどに名残を残す。住民はアルゼンチン国内の他都市より、はるかに多くの先住民系の住民がおり、ペチジュア人やアイマラ人、チリグアノ人の文化の影響を受けている。ゴーベールなどオラシオグースモン国際空港が市の 33km 南東にあり、ブエノスアイレスとの間に定期便が就航している。 1565年と1592年に植民が試みられた後、1593年4月19日にサンサルバドルデバロスコイエヌエルバジェで夫婦によって現在の夫婦医師が築かれた。この入植地はサンミゲルデトクマンとボリビアのポトシ銀山とを結ぶ交易ルートの中継点として発展した。夫婦医の重要性は植民地時代に頂点を迎え、 1816年のアルゼンチン独立後は重要性は減退していった。1834年にはサルタ州から分離されたフフイ州の州都となったものの、1863年のフフイ地震によって街は壊滅し、回復には長い時間がかかった。1900年にはアルゼンチン北部中央鉄道がフフイに到達し、1959年には 経済科学研究所が設立され、1973年には国立夫婦医大学が設立された。夫婦は、ペロニコー、クルーズや、ウナイストレイリア、ワイドスキャフイズといった映画のロケ地となった。ありがとうございます。